ので、もう見た目にもね、世界のメジャーが人気300クラスに出てるという状況で、まあ、世界的に見てもね、国内で行われています、まあ、セパンの海外ランドもありますけども、日本の今、スーパー GT というのは、本当に、見て楽しんでいただけるモータースポーツだというふうに思いますね。そうですね。GT300 クラスの中で、その GT300 の代表馬車が今、SLGD をしてもらいました、ドライバーの藤井選手でした。週末は GT の最終戦のために、ね、この車を、持ち込まなければいけないということですから、もう絶対に今壊せない状況ですけどね。さあ続いてもう1台 GT300 クラスのマシンが登場してまいりました、続いてはですね APR ハセプロプリウス GT ドライバーは佐賀光輝選手です。中島さん、はい、このマシン今エンジン音がしません。あ、本当ですね。プリウスですからもちろんハイブリッド車、今バッテリーだけで走り始めました。アシスト、バッテリーによるアシストとエンジンと両方今エンジンに火が入りましたね。はい、さあこのハイブリッド車も次郎さん、今非常に増えてきている、クルーレーシングカーとして増えてきている GT300 クラスにはこのプリウスとそれからホンダの CRZ と2タイプがあるんですけども、そうですね、もう 出ていきなりですね、やはりこれが注目される、やはりモーターパワーとエンジンパワーということですね、ダブルで来ますから、はい、その瞬発力のですね、そのパフォーマンスはもうすぐに発揮されてるわけで、電動のこのモーターだけで走行してピットロードへという形になりました。佐賀光輝選手がドライブしてくれました APR ハセプロプリウス GT でした。どうぞ佐賀光輝選手に大きな拍手をお願いいたします。さあ来ました、入りました、今作業に入ります。タイヤ交換、まずはリアタイヤ交換していきます。そして今フロント右のリアのホイールがですね、昨日も同じような状況が起きたんですが、はい、さあはい、許されました。ああ、そうですね。タイヤ交換を見せていただきました。チームクリスさんのこれがターゲットタイムになるんですね。バッライバルを注目したいと思います。そうですね、プレッシャーかかってると思うんで今からプレッシャーかけたいと思います。さあ、続いて登場は今トムさんにニスモさんから、うん、プレッシャーなのか激励なのか、一口入ってきました。タイヤ交換、タイヤ止めました。なんか今ライバルチーム大喜び。さあどうでしょう、今はもう前輪に移りました。これはいいんじゃないですか。さあまたペースが、あと14秒に14秒に素晴らしいですね。やりましたね。チーム国光を1秒上回りました。ちょうど1秒上回りました。これは早かった。昨日実は東条エンジニアがまだダメだ。スルーしろ。
これはタイムロスかな。タイムレースでした。もうすでに抗議の嵐なんですけど。まあ今よしとしましょう。昨日はミハル・クルム選手だったんで、持ち山選手ですから。今ピットに入れと練習してました。さあ次の週入ってまいります。さあリズムの作業に注目しましょう。ここまでのベストはトムスの14秒2、そのタイムを上回ることができますか。昨日のリズムのベストタイムは14秒6でした。さあ入った、岡山魂入った、体力が入ります。まずはリアから、そして左からわずかに遅れていますが、どうだ。前輪タイヤ交換終わりましたが、あまずちょっと左の前です。チーム国光15秒2、そして2番手トムスチーム14秒2、そして西本チーム15秒2、同タイムという形で、はい、トムスチームが